こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。海上自衛隊における最大規模を誇る護衛艦いずもと加賀の両艦が F-35B ステルス戦闘機を艦載機とする本格的な航空母艦へと改修されることが決定してから久しい。かつて航空母艦というだけで攻撃的兵器というレッテル貼りをされ、建造時や収益時にもその外観上の全通艦板を指して否定的な言説が飛び交った過去を考えると覚醒の感もある。そもそも海上自衛隊としては最大規模の艦艇とはいえ、護衛艦いずも加賀は全長が248メートル、全幅が38メートル、基準排水量が19,500トンと航空母艦としては小型だ。それでも前級となったヒューガ型護衛艦は全長が197メートル、全幅が33メートル、基準排水量が13,950トンであったことから考えると、約 1.4 倍の容積の拡大を実現している。もともと海外各国の故意でも収益時点からヘリ空母と位置づけられており、ヘリコプター搭載型護衛艦と表現している日本での呼称にむしろ違和感を感じる向きも多かったとも言える。護衛艦いずも加賀の航空母艦改修の費用は約31億円が計上されており、主な改修点は飛行甲板の耐熱加工のコーティング処理などにかかる費用だと報じられている。これは、艦載機となる F-35B ステルス戦闘機の短距離離陸、垂直着陸という特性に対応したものであり、特に着艦時のジェットエンジンから噴出される高温に備えた必須項目となっている。その他にも固定翼機である F-35B ステルス戦闘機を運用するにあたって、収納スペースの確保など細かな点の改修も必要になる様子だが、一応の拡張性は考慮されていたことがうかがえる。年々数的にも質的にも増強の一途をたどる中国海軍に対し、現時点では極めて秘匿性の高い F-35B ステルス戦闘機を配備することは、これらへの有効な抑止力となることが期待されると言えよう。また、アメリカ軍でも大型の原子力航空母艦だけでなく、全通甲板を有した強襲揚陸艦に同じく F-35B ステルス戦闘機を艦載機とすることで軽空母的な運用を目指す動きが顕在化してきている。これなども大型の原子力航空母艦を補完する役割を、艦載機のこれまでまでのシーハリアーより兵装を強化した F-35B ステルス戦闘機に変更することで可能としたものと言えるだろう。ちなみに、アメリカ軍のこれらの強襲揚陸艦は最大で F-35B ステルス戦闘機を20機ほど艦載できるとされており、護衛艦いずも加賀は最大でも10機前後ではないかと考えられている。現実的にはヘリコプターなど他の艦載機もゼロにはできないであろうことから、6機前後の運用になるのではないかとも見られており、艦載機の数の上ではいささか不安が残るとも言えうだ。また護衛艦いずも加賀は本来の艦載機である対戦勝海洋兵リコプターを生かした作戦行動にも有用性が高く、 SH-60kg 哨戒ヘリコプターを最大で6機の運用が可能となっている。
これは前述のヒューが片子栄冠の3期から倍増を実現させていたこともあり、政府は F-35B ステルス戦闘機を常時艦載機とする運用は想定してはいないとしているが、追戦哨戒能力への不安を感じさせる。もちろん、この心配のもとには、中国海軍の潜水艦の増強の著しいことが挙げられ、これまでは潜水艦同士対峙においては質的に凌駕することで、しのいできた日本が劣勢になりつつあると言えるためだ。そこから考えると、あくまで今回の護衛艦出雲加賀の航空母艦化も、海上自衛戦力整備の過渡期的なものであり、より大型の航空母艦たる艦艇が建造されていく礎なのかもしれない。海中、空中のどちらにせよ、現在ではステルス性能、つまり高い秘匿性が敵を牽制できる代々の要素と考えられているが、安価な無人兵器の開発が進めば、また、見方が変化する可能性もありそうだ。かつての第二次世界大戦で、戦艦が実戦においては航空機の攻撃の前に無力化されたように、航空母艦などの大型の艦艇の存在意義が問われる未来も起こり得るだろう。すでに近年の中東などにおいてはアメリカ軍のみならず、当事国らによるドローン兵器による攻撃が行われ、非対称な戦闘がむしろ一般化してきている現状が、そこかしこに垣間見えている。それまで湾岸戦争やイラク戦争などにおいてアメリカ軍は、各種の最新兵器を投入することで、自軍の損害は、ほぼ通常の戦闘では、被らないほどの一方的な戦いを見せつけてきた。それでもゲリラ戦的な衝突においては多少の損害を出しつつ、しかし翻って戦況の大勢に影響を与えるほどの反抗にはさらされずに、常に優位に戦いを進めることができていたと言える。これが政治的に正しいか否かは別として、無人機であるがゆえに直接的な武力衝突が発生しやすくなる事態も警戒しなくてはならない時代に突入しているのかもしれない。今護衛艦出雲が注目されているのだが、それは空母化するという計画を打ち出しているからだ。この空母化が本格化したのが、スカイ注文している F-35 ステルス戦闘機に、F-35B ステルス戦闘機が入っていることだ。F-35 ステルス戦闘機には、3タイプあるのはご存知だと思うが、A は空軍用に開発されている。で、日本が注文している F-35B は、垂直着陸が可能な機体で、なおかつ短距離離陸が可能とされている。だから護衛艦出雲の甲板でも使用することができる。ここから23日、海上自衛隊が22日に日米英での合同訓練をしたとの報告があった。日本からは護衛艦出雲、米からは潜水艦に哨戒機、A からはフリゲート艦アーガイルが参加している。訓練内容は潜水艦を探すという訓練だ。共同での連携をここで確認しながらの訓練だろう。ここで大事なのが見えない部分だが、発表していることと発表していないことを見ることもできる。ここは独自の考えだが、海自潜水艦もいると考えている。発表はないのだが、護衛艦伊豆もとセットで動いているような気がしている。やはり護衛艦伊豆もは、
そこまでの防衛能力はないので、海底から援護しているように感じる。南シナ海での訓練は、イージス艦2隻が一緒に訓練を行っていたのは、記憶に新しいのだが、その後、防衛省の発表で、なんと15年前から潜水艦も独自で訓練を行っていたとのことだ。やっぱりと考えたのは自分だけではない。しかも、潜水艦は黒潮潜水艦とのところだ。黒潮潜水艦は日本でも旧型とされているところだ。それを中川は見つけ出すことができていなかった。防衛省もわざと発表したと考えられる。これ以上の脅威が拡大しないためのことだろう。それと確固たる自信が海上自衛隊にはあることがわかる。中の潜水艦はそれほど恐れる能力は今のところない。もともと推進力が全く違うところで潜る深さが違えばそれだけ潜んでいる能力となってくることだ。海自の総流型潜水艦は潜る深さは深く、音を出さないということから見つけにくい潜水艦となっていることだ。何よりも原子力潜水艦よりも優れている気がしている。日本海を守ることを考えるなら、原子力潜水艦まで入らないのだから。そう、流型潜水艦潜水艦は最強とされていることだ。日米英での訓練でより強化が進むだろう。今年はかなり密に、非米英での訓練が多かったようにも感じる。来年はもっと強化される部分となる。護衛艦伊豆。物回収に時間をあまりかけることはできない。回収計画はもう始まっていることだろう。見えていない部分も想像しながら記事を読むと、また違った見え方がしてくる。未来の護衛艦伊豆、元 F-35B ステルス戦闘機の映像を浮かべて想像もしてみると、もっと違った見え方が見えてくるだろう。早くF-35B の離着陸の映像を見てみたいところだ。頻繁に訓練を開始することになるのだから、ヘリだけではなくなるのだから。